すする TV ゼレゼレとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、地元のお客さんでいっぱいだったのはこちらです。ドン。車の方が行くのは楽です。 JR 氷見駅から車で10分くらいのところにあります門食堂さんにお邪魔してます。こちら門食堂さんは全くのノーマークだったものの、同行していたラーメン指揮者の方がバッチリマークしていたローカルなお店ですね。民家のような落ち着いた外観からはどんなラーメンが繰り出されるのか想像できないぞということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ門食堂さん、注文制です。今回はラーメンをお願いしました。トッピングなどはなく、ラーメンは1種類ですが、うどんメニューは充実しており、それも気になるなと思いながら待ってた。こちらが門食堂さんのラーメンです。ドラーイ。非常にシンプルな見た目で、豚骨スープの色が食欲をそそる。ナルトの形も変わってるぞってことで、いただきます。ではまず今回はレンゲがないので、早速麺をリフトアップしてすする。もらーい。ほんのり甘めの豚骨スープはねっとりと舌に絡むような濃厚さがあり、それでいて抜けはすっきりな旨味濃縮タイプ。旨味だけがはっきりと凱旋門からこんにちはしてくれるので、臭みなどもなく豚骨感を存分に楽しめます。さあお次は小ぶりなチャーシューをパクリと一口でーい。肉質しっかり系で肉の旨味を存分に味わえ、小ぶりながらなかなかのパワーです。ではまた麺に戻り、旨味濃縮豚骨スープを味わいます。麺はプリッとした食感でスープをよく絡め上げ、さながらモンサンミッシェルのように凛とした存在感をもたらす。すすり心地や風味も非常によく、どこにも不足はありません。てな感じで何気なくメンマを食らってみると、リアルにスイーツくらい甘くてびっくり。なんてことを言いながら、モンテスキューにもこの味を堪能してほしかったななんて思いつつ、しっかりと豚骨の旨味を自身の体にも取り込んで、最後に変わったナルトを食らえば本日も完食です。大変美味しくすれました。しっかり豚骨の良さを堪能できる一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、門食堂さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。ほんのり甘めの豚骨スープで骨の髄の旨味も出てるんですけども、臭みはなく、抜けはすっきりとした美味しい豚骨ラーメンでした。はっきりと旨味が分かるタイプというよりは、しみじみ美味しいなといった一杯でしたね。麺はプリッとした表面で、スープともよく絡む縮れ麺で、すすり心地が非常に良くて、風味もいい麺で美味しかったです。メニューを見てもらえると分かるんですけど、トッピングなどはなくて、他のメニューはといえばうどんなんですね。なのにメニューの一番手にラーメンを置いているというところにこだわりを感じましたね。地元の人が集うラーメン屋といった趣で、非常にいいお店でしたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、門食堂さん、門食堂にカモンやー。はい、ゼレゼレと進むです。あ、ダメだ。ゼレゼレと進むです。毎日ラーメン健康終わり。